矢田亜希子の元旦那は今何してる？事件後は一般人に？女優の矢田亜希子さん。矢田亜希子さんといえば、どうしても思い浮かべてしまうのが元旦那の押尾学さんですよね。麻薬取締法違反の容疑で逮捕された矢田亜希子さんの元旦那の押尾学さんは、今は何してるのでしょうか。事件後は一般人になられたという情報もあるようですが、真相が気になりますね。そこで今回は、矢田亜希子さんの元旦那の押尾学さんの今について詳しく調査したいと思います。矢田亜希子さんの元旦那の押尾学さんは、2009年に六本木の高層マンション、六本木ヒルズの一室で、合成麻薬 MDMA を愛人の田中香織さんに服用させ死亡させた保護責任者遺棄致死罪で逮捕されました。また、押尾学さん自身も MDMA を使用したとされ、麻薬取締法違反も合わせて2年6ヶ月の実刑判決を受けています。この事件のことを世間では、押尾学事件として報道され、これが原因で矢田亜希子さんは元旦那の押尾学さんと2009年8月7日に離婚されました。俳優としてたくさんのドラマにも出演され人気者だった矢田亜希子さんの元旦那の押尾学さんですが、事件後は公の場に出ることはなくなりましたよね。そんな矢田亜希子さんの元旦那の押尾学さんの今が気になる方は多いのではないでしょうか。そこで調査してみたところ、2年6ヶ月の服役を終え2014年に出所した矢田亜希子さんの元旦那の押尾学さんは FX のノウハウの情報商材を販売する会社の広告をされているそうです。詐欺まがいの情報商材が溢れる中、矢田亜希子さんの元旦那の押尾学さんの FX の情報商材はどのようなものだったのか不明のままですが、こちらの FX 商材で収入を得ていたようですね。このことから矢田亜希子さんの元旦那の押尾学さんは今、芸能界復帰はされず、事業家として何らかのビジネスを展開されていることがわかりました。矢田亜希子さんの元旦那の押尾学さんは、事件後は芸能界復帰はされず実業家として活動されていることが分かったため、今は一般人となられていることになりますね。そして、実は矢田亜希子さんの元旦那の押尾学さんは一般女性と再婚して長男を設けていたことが、2017年11月20日に、フラッシュで報じられていたようです。ある日の午後6時ごろ、ベビーカーを押すおしおしは、鳴海莉子のビデに微笑みかけている。リラックスした様子で、楽しげに話し込んでいた。普通の幸せをかみしめる家族3人の姿が、そこにはあった。何も喋んないよ、これからしたら、いい迷惑、いい思い出がないんで、もう、ほっといてよ。今は、普通のお仕事をしてるよ。バンドはもうやってない。昔みたいな派手なこともしていないし、静かに暮らして、平和にやってます。もちろん、お金がいっぱいあってもいいとは思うけど、今は別に良くもないし、普通がいいのかなって。芸能界への復帰も絶対ない。すみませんね、気をつけてねとのことです。しかし、矢田亜希子さんの元旦那の押尾学さんのインスタグラムには、ビーチ、ジムトレーニング、オーダースーツ、ギター、スポーツカー、などの投稿をされていて、画像からは一般人とは思えないほどの優雅な暮らしぶりが伺えますね。